ワグネルこと、ワグネル・フェレーラ・ドス・サントスは、ブラジル・ミナス・ジェライス州のサッカー選手。カンピオナーとブラジレイロ・セリエ・ BEC ・ジュベントゥージ、所属。ポジションはミッドフィールダー。アメリカ FC の下部組織出身でそのまま、トップチームに昇格し選手となった。ここでは、フレッジとチームメイトになっており、この二人は後に、フルミネンセ FC でもチームメイトになった。ワグネルは、 その後クルゼーロ EC に移籍した。2007年1月にクルゼーロ EC は彼を900万ユーロの移籍金であるイテハドに売却したものの6月までにあるイテハドが移籍金の支払いを得なかったために移籍条項によってクルゼーロ EC に復帰した。なお、あるイテハドではクラブの優勝に大きく貢献していた。2009年8月7日に チャンピオンノット RU はワグネルが600万ユーロで FC ローコモティフモスクワに移籍することを報じ、その3日後に同クラブのニコライナウモフがこれを認めた。2011年1月17日に300万ユーロでガズイアンテプスポールに移籍。監督のアブドゥラーエルジャンとの確執から互いの合意を経て契約解消となった。その後、フルミネンセ FC を経て、 天津康氏たちに移籍。ブラジルのアンダー年代の代表として出場経験がある。親善試合の際に A 代表にも招集されたものの出場は果たせなかった。彼は左利きの攻撃的ミッドフィールダーあるいはフォワードであるが右足も同様に使うことができる。カンピオナーとブラジレーロでの2006シーズンは全試合に攻撃的ミッドフィールダーとして出場した。 ものの、序盤の10試合で8得点とフォワード級の得点を見せた。彼は直接フリーキックを得意としており、これらの点数の多くはこのセットプレーから生まれたものである。ありがとうございます。